前庭にいるうさちゃんです。ガラス戸のそれもスクリーン越しですので、映像はちょっと今一つです。なんかしきりに体の繕いをしてます。あ、終わりました。まただ人通りも少ないし、天敵もほぼいないので、のんびりしてます。最近よく見かけるけど、どこに住んでるのか分かりません。結構みんな庭には草木がたくさん生えているので、隠れるところはいっぱいあるのかもしれませんね。おお、目をしっかり見せてくれた。なんかしっかり、すっかり落ち着いてますね。今日は曇り。雨は降らないみたいだけど、2021年5月26日水曜日です。まだ朝7時前。なんか水黒いね、忙しい。咲いてる花はシャクヤゲ、あ、じゃあシャクナゲ、シャクヤクではなくシャクナゲです。後ろの木がっていうか、私の方から見たら手前だけど、カツラ、なんかこの前のオーナーの家の持ち主の方はカナダ人の方なんですけど、日本的なものが好きだったのか、表にはこのカツラという木を植えてますし、裏庭にはもみじの木を植えてます。手前の鉢の中は青じそ、大葉ですね。なんかあまり動きがないので、もうこれぐらいにしときます。